安倍ヒロだ。家に金ない奴は、防衛大系。顔かっこいい奴は、ジャーニーズ系。デブは相撲部屋系。理科三類に入れる奴。あれは化け物だ。理科一類と理科二類。これは名高を卒業した奴ならバカでも入れる。バカとブスじゃない奴。専門学校行け。専門学校を卒業した奴。うん、美容師なれ。え、今日はですね、まあ、インスタグラムでですね、まあ、視聴者から、 男子校出身がゆえの、まあ、失敗談みたいなものを集めまして、失敗談を見ながら喋っていこうかなと。はい。で、これね、スマホがバキバキになってるんですけど、道路歩いてて、悪口言いながら、こう、来週チャンネルの壁さんと一緒に歩いてたら、上にこう、スマホをぐるぐるぐるって回りながら飛んできまして、2メーターぐらい。パーンって落ちて、カツーンって落として、で見たらこうなってましたね。背面がバリバリの iPhone ってなかなかないんでね。女の子との初デートで、相手の女の子をいじり倒してしまった。 ああ、はじめまして、はじめまして、よう来てくれたね。おう名前なんて言うのうん。ユミちゃん。おうええー、名前やね。あれか、漢字のユミアのユミかおう。なんて漢字書くのユミアのユミえ自由のユニ美しい。で、ユミちゃん。ユミアのユミね。ユミアの弓、ね、ユミの弓言うたらあれ思い出すよね。う宮廷所管チャングムの誓いっていうのを思い出せへん。おうユミアね。くーぱーん。チャングムっていうのを思い出すよね。くぅーぱー <laughs> チャングム。あれ思い出すよね。うん。休憩チャングムの違い見てた。うん。えー、続いての失敗談いきます。え鬼治郎。ちろう <laughs> ありますね。あの、一人でしかしたことがないので、その、普通のセックスで最初の方なかなか最後までできないっていうのを、まあ、結構周りでもよく聞きますよね。まあ、僕はそのあの、女性とかちょっと怖くて、あんまりその、手も繋いだことないんであの女性とは。まあ、その辺ちょっとよくわかんないんですけど。まあ、あの、聞いた話だと、あの、 ピンポーンポって NHK の集金来て、はーいどなたですかって NHK の集金です。うわ !NHK の集金はどうしようって、玄関こうガチャって開けて、すいません、あの家にテレビないんで。いや、本当ですかいや、ちょっと今日は家にテレビないんで帰ってください。うっうわっ,って思って見たら、昨日の夜の生液が遅れて出てきたっていう。っていう治療の人のエピソード聞いたことありますね。 同年代の女性の趣味思考が全くわからない。いや、これね、難しいんですよね。やっぱり中高と女子と接してないんで僕も、6年間。ま、あの、なかなかその、話し合わせるのが難しいというか、なんか女子がね、何やってるのかっていうのわかんないんですよね。ただまあ、あの、大学入ってから僕も、それなりに今女性と話すようになりまして、まあ、女子がやってる趣味、あの、刀剣乱舞です。刀剣乱舞の話さえしとけば、えー、全部の女子との会話賄えます。 男は艦隊コレクション、女は刀剣乱舞。この二つです。この二つだけマスターしとけば、あの、全然どんな合コンとか言っても会話成り立ちますんで、視聴者の中学生高校生諸君はね、ぜひあの、刀剣乱舞に出てくる日本刀の名前、全部覚えてもらったらな、と思います。頭はいいけど、自転車乗れない。そ、俺やないか。そ、俺やないかよ、おい。頭いいけど、自転車乗れない。それ俺やないか、おい。おいそれ俺やないかよ、おーい缶になる。 クーパーみたいに食う。ガンジャガーなんちゃらガンちャラ。女子がいないので、肝ネタに限度がない。わらわら。何わろとんねん。なんや。高専のやつが、ほぼ男子校とか言ってるのを許せない。これありますね。ま、あ失敗なんではないねんけど。あのね、高専のやつがね、僕の友達の YouTuber でもカッツーくんって言いますけど、女子が、まあ、あ 理系なんで、高専って、まあ、工業系とかが多いんで、まあ、なんか多分1割とか2割とかしか女子がいないみたいな。だから実質男子校みたいな。で、まあ、中高、まあ、高専やったら5年かな。5年間、こう、持てんかったみたいな話を、まあ、みんなするんですけど、男子校、完全男子校のやつからしたら、いや、それはちゃうやんっていう、その、 女子がおったけど、イけてるやつが女子と仲良くしてて自分は無理やったっていうのは、それお前がイけてないだけやんっていう。それは、チャンスはあったけど、お前が勇気を出さんかったから逃してたっていうだけやんっていう。その中高男子校のやつは、もし自分がほんまはモテてたかもしれへんようなやつでも、中高でも一人もおらへんから、もう絶対にチャンスがない人。だから悔やんでんねんと。高生行ってモテてなかったのは、お前がモテへんやつっていうだけやんっていう。 っていうのをね、思うんですよね。だから男子高生はね、どっか心の中に、いや俺男子高じゃなかったら別にモテてたかもしれんけどな、っていう気持ちがあるんですよね。だからあの、男子高出身で大学入るとこう、ネジが飛んだかのようにめっちゃ遊び出すやつっているんですよね。それはやっぱその、俺は本当はイケてる側の人間かもしれへんのにっていうこう、ルサンチマンがあるから、まあ、大学入ってこう、チャラついてしまうっていう。まあ僕はね、 同定なんで。まあ、そのチャラついてる人とかはちょっとまあ、あ、うん、厳しいかなっていう。ふ、う、わ、んうん、ちゃん。との熱愛報道が出るおい。それお前俺やないか。それは前、ふわちゃんの熱愛報道出るんれは俺やないか。ふわちゃんのオールナイト日本 X の収録を終えて、同じタクシーに乗って二人で帰って、熱愛報道が出てしまってそれら俺やないか。 フワちゃんとは一緒にいつも成長させてもらってるって。熱愛報道が出たのに好感度が上がった唯一の男。つろ俺るやないか。ほんまね、勘弁してくださいよ、ほんまに。初デート僕の好きなダムへ行き失敗はい。失敗やな。ダムは、面白くない。<laughs> あの、これね、まあでもあるんですよね、その、女子とっていうか、ちょっと好きなことなると、本当に自分の好きなことを分かってほしいみたいな。 あの、映画の、あの、菅田正樹の、のありますよね、なんか。有村かすが、初めて家来た時に、菅田正樹が撮影した、いろんなダム、ダムじゃなかったっけな工場の、ガス玉みたいな。忘れたけど、なんかそういうのを収録して、編集した、2時間ぐらいある動画を見せて、みたいな。別れる時に、あれ、全然つまんなかったよ。わはは、みたいな。まあだから、菅田正樹ぐらいかっこよければ、別に初デートでダム行ってもいけると思うんで、あの、 美容院行ってかっこよくなってください。デートのの経験がなく電車賃まで男性の負担だと思ってた <laughs> これ面白いですよね。<laughs> ま、ああの、電車賃は、あの、わからん人のために一応ここで言っとくと、デートの時、電車賃まで起こる必要はありません。あのね、電車賃起こってたらね、パパ活とか、<laughs> あの、ギャラ飲みとか、そういう世界です。なんて言って渡したんやろな。ごめん、今日。 デートだから電車賃もおごるね <laughs>。めちゃくちゃ気持ち悪い <laughs>。親戚のおじさんみたいもんね。でも、女子もなんやかんや金もらえたらまあ嬉しいんかな。そんなことないか <laughs>。キモいか <laughs>。女子と行ったカラオケで間違えて全裸になった。いいですね。決して捕まえることのできない花火のような光だとしたってもう一ちょっと待って。 ちょ、ミスった。俺今、俺今服着てないよな。俺、ごめん、全ラやオ今俺。ごめんな。ごめん、ほんまミスった。もう一回、もう一回、もう一回、もう一回。ごめん、今、チンチン出てるな。ほんまごめん。ほんまごめんな。これちょ、ミスった。ほんまごめん。女性の容姿をからかう。うん、これはやっぱ良くないよね。なんか女性が相手やと、その見た目のことを軽々しく触れていいみたいな。これほんまなくしていかないといけないですね。 特に女性はね、やっぱ可愛い可愛くないっていうのを言われて、男性と比べたら絶対頑張ってこう、容姿を綺麗にしなきゃいけないみたいな風潮があって、そん中でこう言われなくてもまあ頑張ってると思うん、ね、で、女性っていうのは。だから僕らみたいなその、まあ、芋里芋山芋里芋うん。何芋な、何まあ里芋山芋うん。芋芋だね。芋だね。僕らみたいなまあその芋だねが、 まあその彼ら女性に対してまあそういう見た目をどうこう言うっていうのはまあ良くないかなっていう気はしますよね。女子の前でミスって下ネタを言ってしまう。まあ僕も昔はありましたよね。うん。うんって。なるほど。うん、ああ、そうなんや。ああそれでその先輩がそういう感じだったんや。うん、それは、チンポやな。うん ああ、なるほどね。元彼が。うん。ああ、それ大変やな。うん。まあ、それどっちが悪いっていうのもないから難しいよな。うん。チンポやな。っていうね。でもありますよね。うん。 えということで、まあ今日の動画、男子交友への失敗談ということで、まあ僕はちょっとね、まあ女性とちょっと関わったことないというか、まあそんなんかあんまり怖いというかね、まあ僕みたいなもんがっていう感じではあるんですけども、まあ僕よりもキルもいい、さらに一段階陰キャの視聴者、まあドブのみんなのために頑張って、こう教えていこうかなと思いますんで、見てくれたらと思います。はい。えー、ということでですね、まあ今回内容としては動画以上になるんですけど、この動画案件の動画になってまして、まああの、ディットさんっていうね、 大学生限定の SNS っていうのがまあできたっていうことで、いやなんかしかもその現時点でその全部の機能を使えるのが大学12個に限定されてると。っていうのでまあ紹介していきたいなというふうに思っております。今ね、その DIT っていうのを使える大学っていうのが、えー、東大、慶応大、早稲田大、青学、明治、立教、中央、法政学習院、上智、お茶の水、一橋っていうことでね。これっすね。DIT。 大学生限定 SNS アプリ、共感フレンズを見つけよう。大学生のみ登録かの本人確認があるから安心。最新の学内情報をキャッチと。まあまあ確かにね、もう大学生ってね、なかなか、まあ僕とかもそうですけど、その大学の情報がわからんくて留年するとかもよくあることだと思うんで。まあこういうのあったらまあ便利っちゃ便利ですよね。はい。リットのアプリ、こんな感じです。じゃあちょっとアカウント登録してみるか。あ匿名、浮気を許すか許さないか。 許す。許さない。一回なら許す。あ、コメントできるんや。面白いな。えー、ベテランチと、えー、東京、大学と、学科が、えー、医学部と。誇らしいね。ごメールアドレス。あ、こんな感じで、じゃあ大学のアカウントに届いて、これで、まあ、認証できると。まあ、結構楽っちゃ楽っすね。すごい、できたできた。ベテランチ、東京大学、医学部。じゃあちょっと俺が、 コメントするかえー、浮気を許すか許さないかと。他の人のコメント見るえー、許さない。一回なら許す。相手が好きって一緒にいるから、相手が浮気しようと自分が好きなら別れないし別れられないと思う。秒で別れる。死刑。そもそも一回浮気してまたより戻るとかあるもんなんですかまあ、この、世界一の難問にまあ俺が答え出すとか浮気を許すか許さないか。えー、浮気。 どこからどこまでが浮気なんですか僕は、LINE をしていたら浮気だと思うんですが、これって厳しすぎますかインスタグラムの、グラムの DM をしていたら僕は浮気だと思うんですが、浮気だと思います。でも、LINE をしていたからといって、浮気だといって別れるのは、厳しすぎると思います。だから僕は、恋人が浮気をしても、別れようとは思いません。えー、三つをと。はい。まあこんな風にして、 まあ、掲示板というか、があって、まあ、喋れると。で、なんかまあ、他にもいろいろ機能があって、まあ、こうやって掲示板をいろいろ見るとか、あるいはなんか、自己紹介をしたりとか。で、なんかまあ、フォローして、友達を増やしていくみたいなのが、まあ、いろいろある。っていう感じみたいですね。友達を作って、まあ、メッセージをやり取りできるような機能があったりとか。で、まあ、なんか、大学別の掲示板があって、 それでまあ、スレを立ててまあ相談していけると、いうことらしいんで。まあ僕もこれからちょっと暇だったらね、まあディットで、まああの、この動画どう思いますかとか、<laughs> あの、このサムネとこのサムネどっちがいいと思いますかとか、まあみんなに聞いていこうと思ってるんで、まああの、よかったら、あの、みんなも登録して僕と一緒にディットを始めてみてください。えー、ということで、 えー、今日の動画以上になります。まあ、次の動画は、まあ、あの、洗濯機の中にカメラを入れたら無重力の映像が撮れるっていうので、まあ、バズっていこうかなと思ってるんで、まあ、よかったら期待してみておいてください。えー、では、次の動画でお会いしましょう。おもころ